レレーソソルル最新ニュース柏レーソルの進化対談選手は以下の通り、情報は1月4日時点、今し。ズンの J リーグは、ダゾン・フォード・コモで。いつでもどこでも簡単し。イン・ヒズケ1選手前所属移籍先尾行2022年12月7日ミッドフィルダー戦闘系やめ。ヤグランパスカシワ・レイソル新加入2022年12月6日ディフェンダージエゴサが。 トスカシワレーソル新加入2022年11月30日ディフェンダー片山英一清水エスパスカシワレーソル新加入2022年11月30日ディフェンダー辰田優子清水エスパルカシワレーソル新加入2022年11月30日ゴールキーパー森田達也サガントスカシワレソル完全移籍2022年11月24日ミッドフィルダー山田光ーモンテリオ山形柏 イソル新加入2022年11月19日ミッドフィルダー高峰智紀北海道コンサドーレ。ホロカシワレイソル新加入2022年9月20日フォワード山本太田カシワレイソルユー18。レイソル昇格2022年9月20日ミッドフィルダーモハマド・ファルザンサナカシワレ。ソルユー18カシワレイソル昇格2022年9月20日フォワード・オイエリア。 日本体育大学柏高等学校柏レーソル新加入2022年9月1日ミッドフィルダー沢は気流通経済大学柏レーソル新加入2021年10月27日ミッドフィルダー落合東京国際大学柏レーソル新加入アウト日付1戦全所属移籍先尾行2023年1月4日ディフェンダー山田優と柏レーソル栃木 SC 成形期限付き遺跡2022年12月29日ディフェンダーエメルソン・サントス・カシワイソル・アトレチコ・ゴイア・ニエンセ期限付き遺跡延長2022年12月25日フォワード・オノキフミヤ・カシワ・レイソルミトホーリークイックセイ型期限付き遺跡延長2022年12月16日フォワード・ペドロハカシワ・レイソル・バスコダ・ダガマ完全遺跡2022年12月14日ミッドフィルダード 自家シワレーソルサントス完全遺跡2022年12月14日ディフェンダー上島匠く氏はイソル横浜 F マリノス完全遺跡2022年12月13日ディフェンダー大竹拓馬た氏はイソル愛媛 FC 期限付き遺跡2022年12月13日フォワード森リカイ柏レーソル島ボルティス期限付き遺跡2022年12月9日ディフェンダー大南拓馬氏はく ソル川崎フロンターレ完全移籍2022年12月1日ディフェンダー北詰健吾氏はイソル清水エスパルス完全移籍2022年11月17日ゴールキーパー桐畑和重氏はイソル未定契約満了2022年10月31日ミッドフィルダー大谷秀和柏レーソル引き2022年10月31日ディフェンダー染谷勇太柏レーソル引退両関連記事